もし、かほこです。はい、今日はですね、今年の1月か2月に YouTube でね、福袋の開封動画っていうのをあげたんですけれども、2000円で40点の福袋じゃなくって40点のお洋服が入ってるっていう内容のね、福袋だったんですけれども、ベルシュカのお洋服がね、入ってたりとか、すごく豪華でとってもね、気に入っていて、今はね、コロナのせいでちょっとお出かけとかね、全然できないので、そのお洋服たちもあまり着る機会がないんですけれども、本当にすごく可愛かったので、その動画を見てない方はぜひ見てみてくださいね。でその時は冬服のね、あのお洋服がたくさん入ってたんですけれども、冬だったからで、なんと新しくね、夏服が入ってる福袋が出てました。イエーイ。で、早速ね、私買ったんですけれども、なんと前回は2000円で40着のお洋服が入ってたんですけれども、今回は2000円で50着の福袋じゃなくってお洋服が入ってるっていう、ちょっとパワーアップしてました。すごいね。で、前回と同様、 S サイズ、M サイズ、L サイズってサイズがね、ちゃんとあって、今回は M サイズと L サイズがミックスされてる、 M サイズも L サイズも入ってるっていう福袋を購入しました。私結構ガタイが大きいっていうか、身長も割と高いので、 M サイズと L サイズのやつにしました。で、やっぱり福袋なので、全部がね、自分好みのものっていうわけではないんですけれども、前回もね、すごい可愛いお洋服がたくさん入ってたんですけれども、ちょっと着ないなっていうのはおばあちゃんにプレゼントとかしてね、すごいおばあちゃんも気に入ってくれてて、うん、気に入った。デイサービスでも福袋に入ってたお洋服を着たりしてるの最近だから、おばあちゃんの服、お洋服も入ってたらいいなって思います。じゃーん。すごくない？もう本当に筋トレできるぐらいめちゃめちゃ重いです。こんな感じで2000円で50点入ってるっていうものになります。すごい。サムネ撮ろうか。で、50着もあるので、今回も前半と後半で分けさせていただきたいと思います。はい、では早速ご紹介していきたいと思います。私ピンクとか紫がすごい大好きなので、そういうお洋服が入ってると嬉しいです。めっちゃ入ってる。では1点目、じゃん。ピンク。早速ピンクのお洋服が入ってました。ピンクピンクピンク。濃いピンクもすごい好きなんですけど、最近こういう桜色みたいなお色がすごい好きなので、すごく嬉しい。元値が2950円みたいです。すごい、もうこの時点で元を取ってる。で、なんとベルシュカーのお洋服になります。で、後ろがね、すごく可愛くって、こんな感じでね、編み上げになってます。なんかこのお色がすごく優しい感じの桜色なので、この編み上げもなんか、なんて言うんだろう、お下品な感じに見えないというか、とっても可愛いと思います。では早速着てみたいと思います。こんな感じです。どうかな。私あんまり似合わない色かもしれないですね、もしかしたら。後ろはこんな感じです。なんかお花見の時とかに着たら可愛いかなって思いました、個人的に。桜っぽいからはい、ということで次2点目、じゃん。オフショルかな。オフショルだよ。イエーイ。かわいい。これはいいですね。とっても女の子らしい形です。しかもベルシュカ、お値段がね、元値1950円ですちょっとこれ透けちゃうねすごいこの形がね、おしゃれっていうか、かわいいよね。後ろはこんな感じです。肩幅がね、すごいいいんですけどごめんなさい。こんなさ、可愛い女の子らしいお洋服着てるのに腕毛がすごいのこういうの着るときってブラジャーとかどういうの着ればいいんだろう。わかんないで、お腹もね、バーンって出るんで、ちょっと恥ずかしいけど、はいはい、次3点目です。じゃん。お、黒いロンTですね。不思議な形、アシンメトリーみたいになってます。
ええやん。ノー Wi-Fi、ノープロベプロプロブレムって書いてます。Wi-Fi がないと生きていけないみたいな、そういう意味かな。よくわかんないけど。アシンメトリーになってるの。わかりますか？なかなかないよね、この形のお洋服って。後ろもアシンメトリーになってます。シンプルで全然着れる。かわちい！で、私腕がね、長いのでちょっと足りないですけど。すみません。よくわかんない音符のブランド。お値段は特に書いてないです。はい。ちょっと透けますね。あん！はい、ということで次4点目かな？ちょっと忘れちゃったけど。いきます。じゃん！わーお、なんだろう。うわーい！かわいくない？こういうの大好き。ちょっとね、華奢な人がね、着たりとかしたらすごいかわいい。華奢じゃなくても、なんだろう、こう引き締まってるところは引き締まってて、っていう体型の方が着たらすごいかわいいんですけど、私全部でブルブルボンボンボンなので、ちょっと似合わないかもしれないし。この色もね、ちょっと似合わないかもしれない。私の住んでるところが北海道の田舎なんですけど、夏でも30度なんてまあいかないので、これで歩いてたらかなり不審者なんですけど、まあ、東京に行く時とかちょっとお出かけする時に着ようかなって思います。 M サイズでベルシカです。可愛いかもしれない。うん結構ありじゃない？ありかな。え、真夏の制服つぶやきながら、はい、うん、かわいい。はい、次これにしよう。じゃん、お、黒い黒い。わー、ロンパースだ、かわいい。なんか海外のおしゃれなあの方とかさ、ロンパース着たりしてるじゃないですか。私はちょっと着こなせない。あ、これ L サイズだ。初めて L サイズのお洋服が入ってました。ベルシカです。黒だからすごくシンプルでいい感じだし、一見なんか普通の黒い物体っていう感じなんですけど、胸元がこんな感じでクチュクチュクチュってなってて、マーメイドのようです。この辺りがすごく綺麗に見えますね。で、海外のさ、あの腹筋バッキバキのさ、鍛えられてるあの素敵なお姉さんとかがさ、なんかあのこういう感じでズボンをなんか下げて、こういう感じでなんかファッションを楽しんでらっしゃる人いますよね。ごめんなさい、私の見苦しくて。はいそういうお姉さんみたいに、ね、なりたいです。すごく素敵だと思う私どんどん綺麗になっちゃう、こんな素敵なお洋服着てたら。で、後ろがこんな感じ、見えますか？見えてるのかな？見えてるね。はい、次、あ、そう、これが1250円タックスです。じゃん、また黒だじゃん、うん、ベルシカ2106円らしいです、元値が。こんな感じで、ちょっとおばあちゃんのお洋服みたいな感じの、わかりますか？なんかギザギザギザってなってるの。なんか大根とかすりおろせそうな感じ。すりおろせないけどね。どうかな？シンプルで、これも普通にいい感じ？高級感ありませんか？このギザギザが。どうだろう？うん、でもちょっとあのおばあちゃん感が否めないかもしれないので、あのおばあちゃんにこれはプレゼントしようかな。似合うでしょ、かわいいでしょ。次、まだまだあります。じゃん、またピンクだ。これはちょっとサーモンピンクみたいな感じ。またオフショルじゃない、私オフショル大好き。やだ、これもベルシカですね。お値段はちょっと書いてないです。サーモンピンクは私あまりあの着ることないんですけど、この胸元の感じもおしゃれ。よし、着てみましょうなんか鮭の擬人化みたいだね。着てみるとすごい可愛いの。あのなんかこのピュンピュンって X ジャパンみたいな感じがすごい可愛いです。ちょっとなんか夜のお姉さんっていう感じだね。で、すごいピタッと止まってくれるんで、肩がこうズルズルズルっていくこともないし、ピタッとしてくれてるのですごくいいと思います。後ろはこんな感じです。お値段は書いてないのか。はい、次、じゃん、お、ホワイトの T シャツです。結構大きめだね、 L サイズかな。あ、 M だ。1990円です、元値は。ベルシカラプンツェル。
このお袖のところのフリルがとっても可愛いし、白はこんな感じです。これはなんかデニムとかに合わせたいですね。やっぱり白ってさ、清潔感があるからすごく大好き。私みたいな清潔感が全くない女でも白を取り入れることでかなり清潔感が溢れてるように見えます。うん、本当にお袖が可愛いです。次、じゃん、あ、また黒だ。なるほどね、こういうトップスです。ちょっと黒だから見えにくいんですけど、ウエストのところがなんかゴムになってて、こういう感じ伸びます。元値が1350円ですね。こういうブランドです。シュッ、じゃーん。正直ね、これちょっと着ないかなって思ったんですけど、着てみるとね、すごい可愛いの。え、可愛くない？どう？どう？ウエストがさ、細く見えるの。このおかげでキュッとなってくれてるから、これめちゃめちゃ可愛い。やっぱりさ、柄物のお洋服って好き嫌いがどうしても分かれてしまうと思うんですけど、ほぼね今のところ無地だったりするので、もう誰でも着れるようなお洋服が入ってますね。まあオフショルとかちょっと丈が短すぎるのは苦手な方とかもいると思うんですけど、これなんてみんな好きじゃない？シンプルだし、うん、後ろもこんな感じでキュッとなってます。これはすごくお気に入りになりました。ありがとうございます。イエーイ。次、じゃん、ボーダーのお洋服ですね。マリンっぽい、マリンっぽいです。そしてお袖がまたこんな感じでフリフリしてて女性らしいですね。オベルシュカです。お値段は書いてないですね。じゃん、はい、はい、こんな感じです。素材がね、薄くってペロンペロンしてるので着心地はすごく抜群ですね。ただ普段ね、あまりボーダーのお洋服って着ないので、自分ではちょっと買わないデザインなんですけど、次、じゃん、またボーダーですね。お、色違いだ。どう似合うかしら。やっぱりこのフリルが可愛いですね。はい、次、じゃん、わお、これもベルシュカですね。お値段は2950円だって、元値、ね、なんか美女と野獣のベルみたい。うん、可愛い。これこの形可愛いよね。ひまわり畑とかで着たい。これ白はこんな感じです。次、じゃん、何これ、よくわかんない紐がついてる。何これ、え、何、あ、なんか羽織るやつだ。元値が2750円です。ちょっとこれの着方がよくわかんないんだけど、ちょっと中の服は合わないんですけど気にしないでください。どうやって着るのこれ。こういうのあまり着たことないからわかんない。わかんないよ。なんかでもおしゃれだよね。どうなってんのこれ、不思議じゃない？柔道とか空手の選手みたい。こうか。これはちょっとわかんないですね。おしゃれな人教えてください。次、じゃん、わお、お花柄のボルドーのお洋服です。見て、背中がすごいエロチー、すごい素敵。 Ladies and gentlemen、 なんか NHK のさ、こういう体操の人いるよね。次、まだあります。じゃん、なんだろうこれは。おお、なんかベストですね。ベスト、ベストっていうのかよくわかんないけど、これ元値3490円もするんだって。ベルシュカ、ベルシュカデニムって書いてる。どうですか、なんか中のお洋服が合ってないの申し訳ないんですけど、美女と野獣のベルの服みたいな感じですね。可愛くない、可愛くない、デルデルデル。で、後ろはこんな感じです。見えますか、やっぱりさ、フリルってさ、フリルしか勝たん。てか昔フリルっていうメルカリみたいなフリマアプリやってたんですけど、今もあるのかな、急に思っちゃった。てかディズニープリンセスっぽい。やっぱり雑巾とかでさ、お掃除したい、これで。はい、次、
なんかいっぱい出てきちゃった。絶対可愛いじゃん。わあ、ビタミンカラー。私ビタミンカラー大好き。いいじゃない。いいじゃない。夏らしいよね。色が。ベルシュカ。お値段が元値1250円みたいです。結構ね、ピッチピチ。そう、ちょっと首のところもあって、うん、形もすごく綺麗ですね。あと肌の色もね、綺麗に見えるかな。なんだろう、健康的な肌に見える。オレンジだから。オレンジ。次。じゃん。わお。ニットです。ベルシュカの、ベルシュカガールって書いてるので、もしかしたらキッズのものかもしれないですね。お値段が2990円です。うん、ベビーピンクっていうのかな。でもちょっとくすんでる色。シュッ、じゃーん、かわいい。いいですね。ニットはニットでもサマーニットっていう感じで、冬の素材ではないので、まあ、今は暑いかもしれないんですけど、春と秋に着れそう。でも色味的に春かなっていう感じがする。これこそお花見の時とかに着たいですね。私の長い腕でもギリ萌え袖ができます。これはね、来年の春に着たいかなって思います。だんだんなくなってきた。次、じゃん。前回の福袋に入ってたやつと全く一緒。これはすごいお気に入りで、今もちゃんとあのクローゼットにあるんですけど、これはベルシュカで元値が1950円です。全く同じものを持ってました。これはどうしようかな。友達にあげるか。あ、てかプレゼント企画とかいいかもね。欲しい方いますか？次、じゃん。またボーダーが、何これ。あ、スカートだ。ずっとトップスだったから初めてですね。下半身のやつは。じゃーん。はい、膝が黒くてごめんなさい。こんな感じです。このフリルはすごい可愛いんだけどね。うん、最近さ、そう、最近さ、スカート履かなくなっちゃったの。どうしよう。あの 2,3 年前はミニスカート、今の丈ぐらいの長さのスカートね、よく履いてたんですけど、最近ね、なんかもう足出さなくなっちゃった。これもベルシュカです。お値段は書いてなかったです。ウエストゴムなのですごく楽ではあります。女子らしくスカートもね、たまに履こうと思います。まあ、ただミニスカートはもう痛い年頃になってきたかもしれない。私もうそろそろアラサーなので。でもズボンばっかり履いてたらあまり良くないよね。ワンピースとかスカートもたまに履きたいなと思います。あ、見ちゃった。次、じゃーん。深緑モスグリーンってやつか。これは長袖ですね。で、すごい可愛いの、ここがクチュッとなってていい感じ。こういうの好きです。ただ結構深い色なので、これおばあちゃんに行くかもしれない。もしかしたら似合うでしょ。指ハートだよこれ。はい、着てみます。はい、こんな感じです。どうかな。深い色だから結構体が引き締まって見えるね。それは間違いない。私の美しい長い腕が生かされてることでしょう。で、やっぱりここが可愛いよね。クシュッとなってて、イエーイ。似合うかな。似合うでしょ。これもベルシュカだ。お値段は元値1790円らしいです。さあ、ラストスパートになってきました。じゃん。これもベルシュカだ。これなんか秋っぽい色だよね。紅葉っていう感じ。じゃん。ちょっと下がボーダーなので目がチカチカするんですけど、さっきのモスグリーンのやつと柄違いだと思います。この感じがすごいピタッとしてくれるので、すごくスタイルがよく見えるかなって思います。喉乾いてきた。はい、次。私何でも似合うから困っちゃう。色があんまり似合わない。あとね、2点ですね。最後ちょっと可愛いの取っておこう。じゃん。ブラックの、多分これもチョンコが泣いてる。多分これもオフショルですね。可愛いじゃん。
絶対これ可愛いよ。で、お値段が2550円でベルシカです。キュー、すごいいい感じ。スタイルがよく見える。こういうお洋服ってさ、なんかチョーカーとかつけたら可愛いかなと思ってちょっと持ってきたんだけど、こんな感じでチョーカーついてると可愛くないですか？黒髪ロングの子とか似合いそうですね。このお洋服はなんか女受けも男受けも割と良さそうな気がする。後ろはこんな感じです。これはベルシカで2550円です。では最後の一点です。わー、ちょっと見ちゃったから緑っていうのはしてたんですけど、あ、いいじゃん。すごくシンプルな、シンプルっていうか色はシンプルじゃないんだけど、柄も何もついてない緑のトップスです。お値段はちょっと書いてないんですけど、これもベルシュカです。はい、これも結構ピチッとしてるのでスタイルがねよく見えるんじゃないかなって思います。あとお袖のところもちょっと可愛い、ちょっと可愛いです。はい、ということで今日は2000円で50点の福袋の25点半分を紹介していきました。うん、かわいい。結構かわいかった。個人的に前回の、福袋よりもお気に入りのお洋服が入ってた気がします。前回はね、ボルドーカラーのお洋服とか、あとからし色とかネイビーのお洋服が結構入ってたんですけど、私正直あまりちょっと着ない系の、着ないタイプのお色味なんですけど、おばあちゃんがね喜んでくれたんで、まあそれはそれで良かったんですけど、今回は割となんか私の好きなお色のお洋服がたくさん入ってたのですごい良かったです。このお洋服だけちょっとおばあちゃんにねあげようかなって検討中です。はい、ということでこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。